はい、これ一回変わったことがあるんですよそれ東日本大震災の時で東日本大震災の後しばらくポポポポーンって流れてましたよね,あ,よね、はい、あれが何をもたらしたかっていうと CM 打たなくても売上が落ちないってことが分かっちゃったんですよで今回もですねかなりコロナ関連で CM 絞ってます、はいえー、たまに AC 見ますよね,すね確かに、えー、でそうするとですね またいくつかのメーカーがあれ出さなくてもいいんじゃない <laughs> っていうふうに気づいちゃうんですね。でそうするとスポンサー構造を変わるとどっちに転ぶかは分からないんですけど報道情報番組の姿勢っていうのは大きく変わるじゃあ代わりにどこがスポンサーになるのかっていう問題があるわけですよ。だそれれにによよっってはもももものすごくもっと今よりも反政府的ななるかもしれないしい もっと新政府的になる方向はあんまないかもしれないけどなるかもしれないしそもそも報道情報番組を特にテレビがやるのが不可能になっていくっていうワイドショーとか,か,ーとかも含めてまあせいぜい定時のストレートニュース中心になるってこういうまあスポンサー構造今え大きく変わる結構やっぱり広告ってあのどこの企業もですねしっかりとしたネットみたいなコンバージョンっていうあのまあ打率ですね計算できないので。 もしここでやめたらまずいんじゃねえかっていうちょっとやばいなっていうところだけでえ持ってるところがあるんですけ、ねうんうん、どでも今回ちょっと減らしてみたらあまり何も起こな変わんねえなみたいな <laughs>、あのー、特にですね今いわゆるキー局っていうののあり方自体が今日の冒頭であのいわゆるテラスハウスの問題もありましたけど、はい、必要あるのかっていうのがかなり出てきてると思いますね確かにね。 変わってみてほしいと思いますけど杉原さんほら通販番組もほら自分で商品出してやってるから、ねうん、あれは結構あのテレビでは強者ですよそうですねそういうのずっと流しててくれて嬉しいかなでもテレビがすごい好きで好きなの、うん、はいすごい好きでよかったね武田さんいなくて今日ね <laughs> <laughs> だからそういうこと言ってるかお前はダなんだよ <laughs> いや乗り移っちゃったさ今 <laughs> <laughs> すごい好きで、まあ、やっぱネットの YouTube とかは YouTube の良さがあるし、うん、テレビはテレビの良さがあると思うのでちょっと変わらないでほしいなという感じはありますね。はい、次は村上さん